これはタイベジタブルバナナなんですが、そちらにはコニファー、ここは銀木犀、そちらはサルスベリッド、植木が茂っている場所で、朝岳ですね、東が向こうですから、朝と昼ちょっと前ぐらいまでは日照を得られるのですが、まあそれでも半日あるかなしかですから、あまりいい環境ではない場所に植えられたタイベジタブルバナナ苗なんですね。で、今のままでは通常の成長並びに結実収穫は難しいので、結実収穫はすると思うんですが、まあ、収量は知れてると思うんですよね。それで、まあ、これを根域制限のモデル苗としてこれからポット植えに転換しようと思うんですが、ポットあるいは鉢を用いた根域制限の場合ですね、小さいあるいはそれ相応のポットに植えて、まあ植えっぱなしということも考えられるんですが、そうしますとプラ鉢じゃなくとも、こういう陶水ポットなんかでもですね、根が巻く時期がやってくるわけです。もちろん陶水ポットの場合には横とか下から根が出て、ポットの下の土の方に根が伸びていくことはよくあるんです。そういう根域制限よりももうちょっと計画的な、あるいはまあ人為的と言わざるを得ないかもしれないんですが、根域制限をしようと思う場合にはですね、ここに根が見えていますが、 根はこの土、土中の用水分を吸って神経に送りますよね。そうして神経は、今ちょっと土の塊の中で見えないんですが、神経はこの花茎の花茎を通じて地中から得た用水分を出葉、葉っぱの出来のために使うわけですね。そうして葉っぱは、これは昨日もカットしてあるんですが、お日様を浴びて光合成して、そうして葉面で養分、ブドウ糖などの養分を作って、それをバナナはまた下の方に下げてやって、下ろしてやって、この土の中にある神経にでんぷんなどとして蓄積するわけです。そうしてそれが十分になって、花茎の太さも適切になって地際で、まあ、腰が張るような格好になってですね、まあ、女性が妊娠するにふさわしいような体型になって、そうするとこの土の中の神経が蓄えられている養分で花の茎、花茎を上げてやって、いずれつぼみを出すと、そうして開花は結実すると、そういう、まあ、からくりになっているわけですね。ということはですよ、根とか葉は営業をする人たちみたいな働きをするのであって、会社本体ですね、
あるいは株主たちの資産は神経、まあ簡単に言うと芋です。に貯められた資本なんですね。エネルギーと言ってもいいし、まあビジネスの世界で言うなら資本と言っても、あるいは資本プラス資産ですね。いろいろな意味で。ということは、根は働いて神経に養分がたまるようにすればいいし、それは葉っぱについても同じことが言えるんです。ですからこの神経における養分あるいはエネルギーあるいは資産が十分になった時にバナナは出来開花結実するということなんです。それで根域制限においてはこういう根をですね、まあ、例えば短めに切って、今ちょっと私は右利きで左手であんまり切れないハサミで今ちょっとちょん切ってみたんですが、こうやってずっとこじんまりとした根株にしますよね今回。そうしてそれを適切なサイズのポットに収めればですよ、その中でまた根が、今私が切った根がまた伸びて、あるいは他からも新根が出て、そうして私がポット内に入れた土、入れる土から用水分をまた吸い上げて、先ほど説明したような出葉、そして神経と家計の充実ということを繰り返していくわけです。ですから断根、根を切るという根域栽培制限においては、この植え替えの時がチャンスですから、こういうところをですね短めに切って、そうしてこじんまりとした今回根株にしてポットに植えて、そうして根がまたポット内に巡って葉がたくさん出てですね、まあこんなふうに大きくなって、いずれ出来開花結実するように持っていく、その全体的なサイズ調整が本来の意味でのバナナの根域制限栽培なんです。ただそれはある程度の技術も必要ですし、根気もいることですから、なかなかそれだけで何ポットも何十ポットも開花結実させて収穫してバナナを食べているんですという人はいないわけです。私は知りませんね。それでこれをこれから断根してですね、ポットに収めようと思いますね。